まずは正代、そして日体大の中村、今から5年前の決勝戦、学年で一つ上の正代、この正代が土俵際残して学生横綱に輝きました。そしてこの両者は2年連続翌年も同じカードということになりました。立ち上げ、左四つになっています。正代は中